何かと遭遇した。幾千の子羊たちが撲殺された。撲殺というのは何、屠殺された、よくわからない。わしがミノスの呪いから死をもたらし、空虚を作り出すために生きることを求めた者は皆死して平穏を得るのじゃ。ミノの悪魔が攻撃してきた。ミノの悪魔、ミノデーモンだね。うん、こいつは間違いなく火を使ってくるから、火の出は木先使うべきじゃなかったんだな。ファイヤーシールドは一応打つけれど、まあ打つしかないよね。打つべきだよね。それでアポロの方は、まあ、一応ブラインディングフラッシュ唱えてみる。あんまり効きそうもないんだけど。ヘッドワークがサイレンス、ヘイスト、ヘイスト打つのかどうか。一応打っとこうか。なぜかというと、ダメージを受けた時に回復が早くできるからというね。あれ何しようと思ったっけ。サイレンス違うよ。何だこいつらやばいんだって。まあ一応サイレンスか。サイレンスしかないか。スローとかウィークンでもよかったかな。効きそうだもんね。サイレンス効かないけど、まあブレスかな。ブレスかな。ちょっと返し。やはりファイヤーシールドを唱えた。怖いのはファイヤーストームなんだよね。お、ファイヤーボム。これはほぼ無効化したんじゃない？対してダメージは受けません。やっぱ怖いのはファイヤーストームなんだよね。雲系の呪文、雲系の呪文を回避はできなくても、ピューリファイエアーを持ってるか持ってないかでやっぱ違うんだよね。お、沈黙やった、助かった。もう完全無効化したようなもんだよこれね。無効化というか無力化したような状態。ブラインディングフラッシュもう効いた。あーラッキー。完全にもう無力化したね。通常攻撃も何も怖くない。あとは適当にやっても勝てます。隠れる必要すらない。まあこんな感じで舐めてていいのか分かんないけど。ポイントダメージ14、尻尾あるんだ。向こうが死んだので14。今はステインタイプタイプか。手にダメージ14。めった打ちだね。どうにダメージ10。ルーフは、コンタースター。頭にダメージ12。頭も打ってます。ドワーフは、ドワーフついた。どうも貫通しない。ファイヤーボムは声が出ない。いいです。普通の攻撃だけで倒せるのかな。なんか心配になってきたな。一応それでいきますか。戦闘開始。ドワークはハルバードついた。あれ貫通しない。これがクォータースタイルの対だ。貫通しない。あーでも不快になった。ボラスでもされた間尻尾にダメージ16。トラックにマスカルダワイついた。あれ貫通しない。文句はコーダースタグル叩いた。このターンはほとんどダメージ与えて与
えることはできてない。あ、引っかいて頭に、ドラゴン頭にダメージ。おお、3連続。なんだなんだ、持ち打った。ドラコンが、ちょっと、この手の3連続の攻撃してくる。怖いな。3連続かける3回だから、合計9回攻撃してんだよ。怖えな。まあ、一応目つぶしは効いてたけど、1回当たっちゃったね、いきなり。このターンで、なんとかちょっと倒してほしいんだけど、どうしようか。もう一回エンジェルズターンをかけてみよう。そして、この攻撃。で、さすがにちょっと効かないので、なんか呪文使おうか。アイスボール？もったいないな。もったいないな。やめた。単体攻撃呪文はないんだな。ストロンゲートも。その前エルフスタミナはなくなってるし、まあ、いや気にせず攻撃だ。突くのは良かったのかな、叩くにしちゃったよ。とりあえずエルフはエンジェルズターン。じゃあこれ頭にダメージ6。エルフはコントラストで叩いた、頭に貫通しなかった。やっぱ突くのは良かったのかな、失敗したな。そんな感じだな。ドワーフはハルバーでついた。あれ？あ、逆、え？何これ？ミノデーモン、ファイヤーボール唱えて逆流して自分にキルのダメージ。逆流することがあるんだ。これってもしかしてハーモニウムをかけて、かけたおかげだったりするのかな。珍しく敵のモンスターが自分で自分の呪文が逆流して自分ダメージ受けてました。ちょっとね、どうしようか、攻撃しようか、やっぱりね。で、フェアリーもあるよ。ディープフリーズがあったでしょ。これで、どうしよう。ちょっと思い切りいく？これぐらいでいっとこう。多分倒せると思う。戦闘開始。フェアリーディープフリーズとの間、命中42のダメージ。あ、楽勝だったね。ノデーモンは死んだ。モンスターを撃退した。9991ポイント。お、レベルアップするんじゃない、誰か来た。おー、いい感じにステータス上がったけれど、上がったけれどもどうしようか。とりあえず精神学を上げるでしょう。サイオニックの呪文何覚える？ここは何はともあれセインマインドかな。これがないと超大変なことになるので、セインマインド覚えちゃおう。はい。うわー、いきなりびっくりした。何かと遭遇したとか言って。ミノデーモンか。倒したミノの悪霊が巻き起こした埃が収まった後、亡霊のような表情が現れた。このミノスの島の呪いによって囚われた者の魂なのであろう。ああ、今倒したミノの魂じゃないのか、違う魂なのかな。そなたはわしを解放したのじゃ。何年もの間、わしはこのミノスの島に囚われておった。行いではなく、言葉によってもたらされた呪いのために、わしは言葉による殺人ゆえに呪われた。言葉だけで人を殺め、言葉だけでそのものを死に至らしめたのじゃ。最初に私が、信じろ。と言った途端、まるで剣の刃を見せたかのごとく、そのものの目の光は失せ、どんよりとなり、心は機能を失い、
微笑みから温かみが消えた。男の精神はいずこともなくさまよい。長いこと新しきことを見、知識を持て生きるものに仕えていた若き瞳は意味なく見開かれた。わしが真実について語ったまさにその日、わし、すなわち、わしであってあった彼は死んだ。そして長き間、生命のかすかな残りかすが、覚えていたがために、この消えゆく思考の子玉も、またここに残った。これはミノスの島の、我が呪い。黒き水より響く陶器声の教訓なり、新しきものを見つめる者、何時に祝福あれ、災いは空虚、すなわち見ることのあたわぬ老いぼれ。なんかどっかで聞いたことあるね。見ることのあたわぬ老いぼれ。本当と言わねばならぬものに残してゆくがよい。そして亡霊は立ち消えていった。全然わかんない。全く意味不明。これは後でじっくり考えましょう。今考えてもさっぱり意味わからない。で、探してみます。キー・オブ・ミノスを見つけました。スチュード・ホバーク。ビーストマスター、遺灰の壺を見つけました。生存者5000ポイントのボーナス、鍵で、これは誰が装備できるんだろうか。とりあえずアポロも出して、ビーストマスターはドワーフしか装備できないでしょう。遺灰の壺は誰か、ちょっと重量に余裕のある人も出したいけど、ムークに出しとこう。で、レビュー、アポロのスチューデッド・ホバーク、ファイター・シーフ・バルキリー、バードか。ファイター・シーフ・バード、ただし、フェアリー以外、バルキリー、ロード、サムライということで、今、ドワーフか、アポロ、ドラゴンの誰かが装備できるって感じ。かな。レンジャーは装備できないんだね。ってことはドワーフはチェインホバーク持ってるもんね。分析、あ、装備ないのか。マイナス9だからこっちの方が全然強い。で、ドラゴンに装備させようか。アポロはこれちょっと取引でドラゴンに渡して、レビュードラゴン、まあ今1ね、これがどうなるか。装備スカルト、1から0に低くなりました。とりあえずこんな感じかな。バックの入れとこか。キー・オブ・ザ、まだこれ持ってんだ。ミノスはあっちょ。よし。で、ちょっと回復ね。スタミナ、今度ドワーフ自身がなくなってきたけど、耐えられるかな。よし、これで、あ、ここに扉がある。これかな。ここにもなぜか意味のない扉があるというね。
水上には行けません。そしてここに入る、あ、呪文が切れた。呪文エンチャンテッドブレード一応唱えて行きますよ。出たね、やっぱり。今度は7体か、どうだろう。呪文、さっきはファイアボール使ったけど今度はアイスボール使います。パワーレベル5でしか打てません。アポロはどうしようか。隠れる、サイレンスを7体か、きついな。まあでもいっちゃおう。呪文サイレンス7体、ムークはテラーにしよっかな。テラー戦闘開始。アイスボールで倒してくれると助かるんだけど、おもしかして全滅いけるんじゃない？アイスボールだけで。もう倒せない、倒せない、決めない。あれ後半だいぶ弱ってるな。最初の一発目だけじゃん。うわ、沈黙させてくれ。よし、全部沈黙。テラーは、テラーは効いてる。あんま効かない。スリープと同じぐらいだよね、やっぱテラーは。スリープ声が出ない。アポロは影隠れて、おっと危ない。フェアリーが狙われているけども、まあ、今のところ大丈夫ですね。はい、沈黙の、よし。わーっと、あ、大丈夫とか言ってる場合じゃない。結構受けた。ドラゴン攻撃するでしょ。フェアリーは隠れよっかな。まあどうせ怖くないしね。もうだいぶダメージを与えているはずなので、ここがなんかやたらと余ってんだけど、使える呪文ないのですか。ブレス打っとこか。呪文はこっちは余ってないんだよね。攻撃、あ、そうだ、ムーク転職しよっかな、今更だけど。あら、当たらない。あれ全然倒せていない。やっぱ隠れてから攻撃しようか。めんどくさいから呪文唱えるぞ。なんか使える呪文ないんですか。ネキュシアスフィウム、アスフィクシエーションがあるけど、これもったいないから、あ、アスフィクシエーション使うためにネキュシアスフィウムは使わずに、なんか他の領域使おうかな。もう一回アイスボールと、あとも攻撃でなんとかいけるでしょう。あら、ドラゴン隠れる失敗。アポロはステーブルセル叩いた。手に貫通しない。なんかやたらと手強いな。泥試合になっております。こっちの攻撃も当たらないし、敵の攻撃も当たらない。フェアリーのアイスボールでもうほとんどとどめに近いね、これで。多分 2,3 体はノーダメージだったから残っちゃうんだよね、どうしても。3体のことかな。
まあサイレンスが効いてるからといって安心はできない。数ターンで回復しちゃうからね。あと3体、一応ドラゴンは隠れて、あれ使ってみようか。ハーモニウム、なんかさっき効いたような効かないようなハーモニーは聞いてたせいで呪文が失敗したとかだったら嬉しいんだけど。まあ意味は分からずハーモニーもとりあえず使い続けます。効果としてはカルマを下げるとかね、そういう特殊な効果が出てくれたら嬉しいんだけど、いまいちよくわからないのがハーモニウム。あれ倒せない。ドラゴンスカルタから後ろから攻撃、翼にダメージ20、翼にダメージ、死んじゃったよ。バークラー、まあ、結構ダメージ与えられる。フェアリーは今唯一2回攻撃できるんじゃない。来た、ナイトスティック、翼にダメージ10。おお、意外と戦えるねフェアリー、うん、経験値4000。レビュー、ムーク、今レベルアップして10になったんだけど、当分レベルアップはしないんだよね、うん、それを考えるとまあちょっとマジックポイントが少なすぎて心配は心配なんだけれど、今転職してみるのも一興かなと、うん。まあどうせこのパイエティとか DX どんどん上げないことには文句には転職できない。シーフになりたくても DX が低いのでなれない。まあともかくなんかなれるものは何もないよね。で唯一なれるとしたらファイター、ファイターならルール上転職してもいいということになっているので、転職しちゃいましょう。えいや、うー、来た、クォータースタッフ装備が今ちょっとしょぼいけどね。あ、そうだ、なんかバッグの中入ってなかったっけ。バッグの中あった、 スティールヘルム。と加える、いらないものはこれ、ウィザードコーン、これ使えそうだな。後で魔法つエルムアローなんかいらないけれど、遺灰の壺加える。そうか、やめた。装備、スティールヘルムは装備できます。まあ素っ裸よりは多少マシって感じかな。まあ、今のところどうせ光栄なのでいいんだけど、ファイターに転職したので前衛に出してもいい。まあヒットポイント少ないから前衛には出せないけどね。この状態で見ると、まあ、当分転職できないね。まあうまくいってもう一回サイオニックに転職するか、まあこのパイエティがガンガン上がってくれないことにはね、あのなんだっけ、文句には転職できないから、まあいろいろな意味で厳しいんだけどね。 DEX が上がってくればシーフになるし、サイオニック、シーフどっちかね転職できたらします。
が当分はファイターでしょう。まあ、今装備はどうしようもないのでこのままでいきます。呪文よし。ドワーフが何か持ってなかったっけ、バッグの中に。シールド持ってるけれど、まあ、あ、そうか、ビーストマスター手に入れたんだ。ヒットポイントも60は上がってきてるから全員出してもいいかな。スキルはポーランドスタッフがまだちょっと上がってきていないから後ろにいてもいいんだけど、あ、そうか、前に出してもいいか。うん、ちょっと装備変えてみる。この状態だとおそらく2回攻撃は難しいから、装備ちょっと変えますね。ステイブルミサイル装備して、まあ一応試しに ビーストマスターを装備したいんじゃない。まあいいや、とりあえずちょっとね、両手で攻撃できるかどうかを確認。レベル8ぐらいまでなってればできそうな気がするんだけどね。取引でムークにハルバード渡しちゃおう。レビュームーク装備、まあクォータースタッフよりはマシじゃないかな。